戦国もう一人の魔王、武田光和。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、戦国もう一人の魔王、武田光和について紹介していこうと思います。戦国時代、現在の広島県東部にあたる安芸国では、大内、尼子、毛利、そして武田を巻き込んだ騒乱が起こっていました。とりわけ安芸武田氏の当主武田光和は、数々の伝説に彩られた異色の存在だったようです。戦国の魔王といえば織田信長がおなじみですが、武田光和もその死後に魔王として恐れられた人物でした。今回は江戸時代に書かれた「隠匿太平記」をベースに、そんな光和の波乱に富んだ生涯をご紹介していきましょう。光和の出生伝説と父の死。安芸武田氏の始まりは承久3年1221年に起こった承久の乱がきっかけでした。甲斐を発祥とする武田氏は、戦功に応じて安芸に所領を与えられ、佐藤金山城を築いています。また第10代当主武田信武は足利尊氏に味方して南北朝の騒乱を戦い、安芸守護職も兼ねました。信武の死後、嫡男信成は甲斐武田の後を継ぎ、次男氏信が安芸武田の当主となったことで、ここに安芸武田氏が生まれます。ところが南朝方の勢いに加えて足利忠冬の反乱が重なり、氏信は苦戦を強いられました。結局安芸武田氏は守護職を取り上げられ、わずか佐藤軍のみを治める文軍守護に甘んじるのです。しかし安芸に地盤を置いたことで、地元国衆の家臣化に成功した安芸武田氏は、佐藤金山城を中心に一定の勢力を保っていました。さらに永享12年1440年には幕命を受けて一色義貫を討伐。さらに翌年になると嘉吉の乱で活躍したことから、若狭の守護に任じられるのです。やがて安芸武田氏と若狭武田氏とに分離し、両者はそれぞれ生き残りをかけ、厳しい戦国の荒波へこぎ出していきました。戦国時代初期にあたる永正5年1508年のこと、周防長門を治める大内義興は足利義輝を奉じて上洛軍を起こしています。その中には勇猛で知られた武田元重もいました。今回の主人公武田光和は元重の嫡男として生まれますが、その誕生からして伝説に彩られています。生まれた時にはすでに33本の歯が生えていたとされ、なかなか産声を上げないので周囲が心配したところ、厳島神社の神主を招いてお祓いをさせることにしました。ようやく泣き始めたものの、その泣き声はとても赤子とは思えない大きなもの。周囲の山々にこだまし、領民たちを震え上がらせたといいます。さて大内軍に参陣した父元重ですが、安芸で内乱が起こったことから鎮圧を命じられました。ところが永正12年1515年のこと、義興の養女をめとっていた元重は妻を離縁し、高らかに独立を宣言します。そして山陰の尼子氏を後ろ盾に反大内の動きを見せました。これに対して義興は毛利氏や吉川氏を派遣して対抗させます。永正14年1517年、軍勢を率いた元重は有田城を奪回するため出陣、城を包囲しました。ところが武田勢の前に立ちふさがったのが、初陣を迎えたばかりの毛利元就です。この有田中井での戦いで元重はあっけなく討ち死にし、宿老熊谷元直までが戦死。まだ少年だった光和が後を継ぎました。父譲りの豪傑ぶり、光和の豪遊伝説とは。有田中井での戦いで壊滅的な打撃を受けた安芸武田氏ですが、尼子からの支援もあって踏みとどまっていました。また新しい当主となった光和も心身ともに健やかに成長していきます。身長は7尺余り、およそ2メートル以上もあり、その両目は逆さまに裂け、牙まで生えていたといいますから、人間離れした風貌だったようです。さらに腕力は50人力とも言われ、竹や木で作った弓ではなく特製の鉄弓を用いていたとか。その弓はあまりに重かったようで、大人10人で抱えても持ち上がらなかったといいます。ある時、金山城へ通じる道に大岩が落ちていて、人馬が通るのに大変不便だったそうです。城の者たちで何とか動かそうとするものの、20人ほどが束になっても動きません。そこで三数は、これは力試しにちょうどいいと言うや、この大岩を軽々と持ち上げて谷底へ放り投げました。あまりの怪力ぶりに家臣たちも肝を潰したといいます。またこんな話もあります。城の近くに古びた文殊堂があり、化け物が現れては人々を驚かせるという噂が立ちました。これを聞いた三数は、おそらくその辺に救う古狸きの仕業であろう、このままでは迷惑するゆえ誰か捕らえてまいれと命じます。そこで青木という近所が向かったのですが、散々化かされた挙句、呆然自失の状態で戻ってきました。その様子を見た三数は、よし、ならばわしが捕らえてみせようと一族が止めるにもかかわらず文殊堂へ向かってしまったのです。さてお堂の近くまでやってきた三数は、急に胸騒ぎを覚えて足を止めました。すると前の方から盲目の老人が杖をつきながら歩いてくるではありませんか。三数の気配に気づいたのか、老人は「そこにいるのは誰でございましょう」と問いかけてきました。三数は近くに住む侍だと答えると、すかさず「そんなあなたはどこから来たのです?」と聞き返します。私は厳島の者ですが、歌を聴かせて暮らしております。夜になればこのお堂に来て涼を求めておりました。武田のお侍の中に知り合いは一人もいないのですが、あなたの物言いや態度はただの人とは思われませんと老人はよどみなく答えました。三数は老人が持っている袋を見ると、それは琵琶ですな、よろしければ聞かせていただけませんかと懇願します。すると老人は琵琶を断じながら平家物語を演じ始めました。その見事さに三数は驚きますが、この人は人間だろうか、それともやはり古狸なのかと少し迷います。やはり確かめねばなるまいと思って一瞬で組みつくと、老人は立派なお侍なのにこんな老いぼれを捕らえてどうなされると悲しい声を上げました。さては間違えたか、しかし誤りとなれば世の笑い者となろう、いっそこのまま絞め殺してやろうかと思うと、老人は情けないことをお考えになるものだと口を滑らせました。なんと考えていることを見抜かれるとは、やはり化け物に違いない。そう考えた三数はその首を力任せに締め上げ、やがて老人は血を吐いて死んでしまいました。夜が明けたので見てみると、やはりその正体は古狸だったそうです。ちょうど子牛ぐらいの大きさだったとも。佐藤金山城の攻防戦、劣勢の中三数が考えた作戦とは。尼子陣営について粘り強く戦う三数に感化されたのか、安芸の国衆たちも続々と尼子方へ身を投じていきました。毛利元就もそのうちの一人であり、くしくも三数は父の仇と陣を同じくしたのです。こうした状況の中、尼子氏の勢力拡大に危機感を抱いた大内義興は、反大内の先方だった安芸武田氏の討伐へ動きます。そして大永4年1524年、尼子軍主力が蜂起へ出陣している隙を狙い、3万の大軍で佐藤金山城へ攻め寄せました。この戦いでは嫡男大内義隆が初陣を迎えたこともあり、決して負けることのない合戦を仕掛けたのです。一方、援軍が期待できない中、三数は 3,000 の兵とともに城へこもります。さらに尾根続きの砦には熊谷信直や香川義景ら 1,000 を布陣させました。ここで大内軍は熊谷らに攻撃を仕掛けるも、伏兵にあって撃退され、しばらく対峙する状態が続くのです。さて城内では光一が重臣を集めて軍議を行い、自らの意見を述べました。この城が囲まれてから随分経つが、ひたすら守ってばかりだ。これでは敵に侮られ、あの元就からも父を討たれたくせに、光一は臆病だから弔い合戦もできないのだとあざけられるだろう。ここは城を出て打って出るべきだと思う。しかし家臣たちは口々に、味方の数が少なすぎます、打って出たところでどうやって勝つおつもりかと反対を唱える中、内藤弥四郎という者が進み出てこう進言しました。まずは最初が肝心。ひとたび勝利を挙げれば味方の勢いはつくでしょう。敵が慌てふためくところを力押しするのみでございます。光一もこの意見には納得し、ついに全軍をもって奇襲を敢行することに決するのです。大内軍を恐れさせた光一の奮戦ぶり。早速 3,000 の兵を5隊に分けた光一は、まず先陣800を麓へ下ろします。そして前面にいた杉や戸井平大内軍を挑発させました。これを見た大内軍はシャニムに向かってきますが、武田勢は盾の隙間から矢を放っては寄せつけません。その隙に光一は500騎を率いて山を駆け下り、敵の横合いから強烈な一撃を見舞いました。光一は自慢の鉄弓を引き絞るや、その怪力ぶりで矢を放ちます。すると末の家臣で花坂という者の馬を貫通し、さらに従者の具足を打ち抜きました。さらに二矢目は古藤という大内家臣の胸板を貫き、その後ろにいた者まで犠牲となります。その頃には先陣が崩れ始めたこともあり、光一はさっと引き返そうとしますが、これを見た末高光が恩大将、卑怯なるぞと引き止めました。すると弓矢をその場に捨てた光一は近江の槍を手に取り、凄まじい勢いで馬を駆ります。あっという間に10人ほどの敵が倒され、戦場に哀れな屍を晒しました。しかし敵は大軍、末勢が崩れても新手はどんどんやってきます。数で押された光一は撤退を下知し、山へ駆け上がりました。これを知って大内軍が攻め上るも、これは武田勢の罠だったのです。勝ちに乗じて敵が上ってくると、待ってましたとばかりに伏兵が姿を現し、散々に矢を追いかけました。さらに光一は馬首を返すと逆襲に転じます。こうして武田勢の緻密な作戦に翻弄された大内軍は勝ちを収めることができず、尼子の援軍がやってくるに及んで引き上げていきました。光一の武名は近隣に鳴り響き、その勇姿は鎮西八郎為朝のようだったと隠匿太平記には書かれています。しかし父の代に多くの家臣を失った痛手は長く尾を引いており、宿老だった熊谷信直も離反しつつありました。信直の離反については諸説あり、信長が所領を横領したこと、尼子から大内へくら替えした毛利と結託したこと、さらに光一の側室だった妹が不遇だったことが理由だとされています。戦いには勝ったものの、光一は安芸武田氏の衰退を止めることはできませんでした。魔王となった武田光一。これまで安芸武田氏を支えてきた信直の離反を知った光一は、天文2年1533年になると討伐軍を編成して熊谷氏の本拠高松城へ攻め寄せました。ところが城は急峻な場所にあって攻めづらく、無理に攻撃しても損害が増えるばかりです。また信直が固く守ったこともあり、攻め落とせないまま撤退を余儀なくされました。そして再び高松城を攻めるべく準備していた矢先、光一は病に倒れるのです。天文9年1540年、死期を悟った光一はこう口にしました。あと少しで安芸武田の再興がなるというのに口惜しい。わしは成仏せず修羅道に入って魔王となり、武田にあだなす者を滅ぼしてくれよう。やがて臨終を迎えた時、にわかに黒雲が湧き起こって金山城を覆い尽くし、雲の中から鎧がすれ合う音や刀のかち合う音、さらには馬のくつわが鳴る音がしたと言われています。その後金山城ではたびたび奇怪なことが起こりました。夜には武者の雄たけびや馬のいななきが聞こえ、近くに住む者が次々に病気になるなど、領民を恐怖のどん底に突き落としたとか。後に毛利元就が家臣山形筑後守に命じて、かつて光一が暮らした屋敷を取り壊そうとしました。すると山形は屋敷へ入るなり倒れてしまい、引き連れていた3人の力自慢も同じく倒れてしまいます。山形はなんとか助かるものの、3人はついに亡くなってしまいました。山形はこの一件について多くの人から尋ねられますが、恐怖のあまり一言も話さなかったといいます。その後、一人の修行僧が金山の麓へ通りかかった時、地元の農民から金山の怪しい話を聞きました。これは光一が怨念によって往生できず、長く修羅道をさまよっているに違いない。そう思った修行僧は金山の頂上にいおりを結び、ひたすら念仏に明け暮れます。すると光一はおばあさんの姿になって現れたり、時には美女や子供になって僧を悩ませました。光一はまるで僧をからかうかのように、上に尊ぶべき仏もなく、下に救うべき人々もいない、念仏など唱えて一体誰を救おうとしているのだと問いかけます。僧が答えに窮していると、光一は「念仏など無用じゃ」と吐き捨て、「早く下山せよ、さもなくば死ぬことになる」と迫りました。僧は力なく山を下りてしまったそうです。これも後日談ですが、日蓮宗の僧が山に登っては光一の菩提を弔っていました。ところがある時のこと、光一は足毛の馬に乗って空から現れ、この僧に向かって「一切の経はクソを拭う紙じゃ。三世の仏などクソの中の虫に過ぎぬ。そんな汚い紙の字を読んで何になろうか。そんなことやめて歌でも歌ってみたらどうだ」と吐き捨てました。すると僧は「私は多くの功徳を積んできたものだ。魔性の者よ、ここから立ち去れ」と念じました。すると魔性と化した光一は天を指して空へ登ったといいます。しかし決して往生したわけではありません。その後も金山ではたびたび怪しい出来事が起こり、付近の住民たちは決して山へ近づかなかったそうです。さらにこんな話もあります。禅宗の僧が道に迷ったところ、空が急に曇って雨が降りしきり、風も強くなってきました。やがて山が崩れるかのような大きな音がしたと思うと、三十過ぎとおぼしき大男が鎧を着込み、鉄の弓と矢を持ち、足毛の馬に乗って現れました。僧が隠れて様子をうかがっていると、そばには従者らしい男が立っていて、八尺ばかりの金棒と大まさかりを両手に持っていたそうです。この2人は口から火を吐いていて、とても人間とは思えません。この大男が「ほれ、そこにごぼうがおられる。おもてなしをして差し上げよ」と言うと、従者がぐらぐら湧き立つ熱した鉄を調子に入れ、鉄の杯を添えて持ってきました。そして僧に向かうと「宗門には熱鉄を飲むという句があるそうじゃな。貴僧に一杯おすすめしよう」と言い、まずは自分が飲んでみせようと3度杯を傾けました。さらに言葉を続け「わしは生きている自分は武田方眼光一と言ってな。最後の1年によって修羅道へ入ったのじゃ。そして魔軍8万4千を率いて天下の騒乱を起こし、仏法をあだとなし、猛火をもって全ての寺を焼き尽くそうと考えている。おそらく達磨大師が9年の修行をしたとて、どうすることもできまい。ましてや近頃の坊主どもに何ができるのじゃ。姿形こそ僧に似せて法衣を身にまとっているが、心は俗欲に染まっているではないか。そんなことではわしを重複させるなどできようか。そこまで言った瞬間、光一は僧を食おうと飛びかかりました。しかし僧も負けていません。通信無映像と叫んだ瞬間、さっきまで恐ろしげな顔つきだった光一の表情は穏やかとなり、何かを唱えつつ跡形もなく消え去ったといいます。この僧はこれは誠に不思議なことであると感じつつ、しばらく金山に逗留した上で光一の霊を弔ったそうです。その後、宋から一部始終を聞いた武田ゆかりの人々は、千部の経文を書写して埋め、千本の外場を作って供養を行いました。こうして光一の怨霊もようやく静まったと伝わっています。ちなみに光一の死後、若さから跡継ぎを迎えたことで、安芸武田氏は存続しますが、ほどなくして元就によって滅ぼされました。また光一には小三郎という男子がいましたが、諸子だったことから家督を継げなかったそうです。後に小三郎は宗慶と名乗って毛利氏に仕え、元就の影武者を務めたとも。安芸武田の名は宗慶の子孫によって受け継がれ、現在でも呉武田学園や武田中学校、高等学校としてその名をとどめています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの群馬の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。